ウリアブネリウリ、アブネリはイスラエルの政治家、作家、平和運動、グーシュシャローム合ッシ,ュシャローム創設者、ドイツのベックムで生まれる。出生時の名はヘルムトオスターマン。1933年にナチスの迫害から逃れるために家族揃ってイギリス移ー党治領パレスチナへ移住する。1938年、アブネリはエツエルに入隊する。しかし、 1942年にエツェルの持つ政治的方向性を嫌ってエツェルを去る。イスラエルの新聞ハーレツで短い間働いた後、1950年に当時売れ行きが乏しかった雑誌ハオラム派・ハゼーを買収し、編集者となる。アブネリーはこの雑誌を反体制タブロイド誌に仕上げ、以降この雑誌はイスラエル国内の反体制メディアとして、 1993年に廃刊するまで多くの人に読まれていた。1965年に急進最悪政党、ベリオ創設、同年行われたクネセト選挙に立候補し、当選する。以降、1981年までクネセト議員を務め、イスラエルとパレスチナの平和共存運動の戦闘に立った。クネセト議員で亡くなった以降も平和運動を続け、 また、1982年には、パレスチナ解放機構執行委員会議長である、ヤーセル・アラファートとの対面を果たしている。1993年に平和運動、グーシュ・シャロームを創設。晩年まで活動を続けた。2010年5月31日に発生したトルコからガザ地区へ人道支援のために向かっていた客船が、イスラエル軍に打破され、乗組員に、 多数の死傷者が出た事件についての抗議集会に姿を見せた。2018年8月20日にテルアビーブにて94歳で死去。2006年のレバノン侵攻の抗議運動に参加したアブネリユダヤ系イスラエル人左派の代表格であり、パレスチナとの平和共存運動を行っていることへの賛辞と評価の一方で出来も多く、 特に反アラブの極右過激思想であるカハネ主義の信奉者からは目の敵にされている。事実、カハネ主義政党、ユダヤ国民戦線党首バー・ルーフ、マーッツェルは2006年のクネセト総選挙期間中、イスラエル国防軍兵士にアブンネリとその支持者を殺害するよう公然と呼びかけた。ありがとうございます。